あ、今、いろいろネットを探してみたら、えー、っとね、最後に行われたアゲナ闘牛大会、2011年の6月ですね。2011年の6月。あー、この試合か。えっとね、ちなみに C の一番前さっき昇竜の話しましたね、昇竜。昇竜の対戦相手は、上昇会荒波。 ですね。上昇海荒波対昇竜です。うーん。で、この時はお互い復帰戦だったんだ。えっと、上昇海荒波が、この時、旧正月大会で三代目ゆかり号に敗れてからの復帰戦というふうに書いてますね。で、昇竜は、 その当時4勝1敗、えー、しかも2年ぶりの登場ということで、その前に敗れた試合というのが、うわぁ、真壁花形です。真壁花形に負けた後の復帰戦。で、この大会、10年前、7頭の牛が、えー、デビュー戦を迎えているんです。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。えー、っとねー、沖縄デビューのサンダキビラとか。 あ,あ、懐かしい。で、東昇颯が、この時デビュー戦なのに、C の3番で組まれてるんですよ。C の3番で戦勝黒ひげと。デビュー戦でね。で、10年前の4番戦、中村将軍。中村将軍は、えっと、この牛を所有していたのが、あ、中村誠順さん。中村自動車の中村さんですね。が、中村将軍。懐かしい。 徳之島の元名は、将軍花輪し健太郎。はあちょっと思い出してきたぞ。なるほどね。えー、で、この日の風切り戦が、大竜合対ミニミニユリアという牛の試合がありました。これが2011年の6月12日に行われた最後のアゲナ投球大会。10年前でもなんか、 懐かしさを感じますね。はあはい、今、下タ出てきました。さあ、えっと、闘牛大会がえしばらくお休みとなっておりますが、まあ、いろんなね、闘牛情報、最近あの、昔の闘牛のプログラムを この見たり調べたりするんですが、その中で面白かったのが、やっぱ昭和40年代とか50年代の闘牛のプログラムを見るとえ、そもそもこの大会って何なんだっていうようなものがめちゃくちゃありまして、え僕が Facebook に載せた昭和48年に行われた闘牛大会、昭和48年ということは、えー ととと今から46、7年前が46年から47年前ぐらいになりますの昭和48年闘牛大会で行われたタイトルがですね全国公立小中学校共闘会議関係大闘牛大会ようわからないぞ全国の公立小中学校共闘会議 それを歓迎する大闘牛大会が、これが場所お、小座市営観光闘牛場で行われています。すごいね。主催が全党闘牛組合連合会。で、共催が琉球新報社。そして小座市役所が共催。公園には、えー、ゆかり産業。そして、ペプシコーラ。大国酒造が公園です。いいね。 大国酒造はあれ昔あの闘牛といえばもうお馴染みでしたけども、ペプシコーラもそうですね。で、これが沖縄ならではの書き方だなと思ってるのが、ペプシコーラー社って書いてあるんですよ。ペプシコーラー。ラーの後に線が入ってます。ペプシコーラー社。で、この時の対戦プログラム、C の一番線では、えー、昆布と貝。昆布と貝対、これ、新田かな、新田かな、新田牛となっていますね。昆布と貝が C の一番線。 で、えっと、その時 C の2番線出てるのが、伊波闘牛組合、塩浜号対、えー、同じく伊波組合の新星号、うん、が戦っていて、えー、当時、赤の組合などもあったんですね。昆布闘牛組合とか、琉球カブラー対ハリケーン号が戦っていて、これで、そして4番線伊波闘牛組合、 アゲナ聖一さんのトノシロカキヤーが出てるんですよ、トノシロカキヤー。今から46年前。えー、っと、アゲナ聖一さんが今いくつだ ?87?8? だったっけ。えー、っと、後にミュージブラというしで軽量級チャンピオンに輝き、最近では、あの、マコトツキリュウという詩がタイトルマッチ。 挑みました。その、アゲナセイチさんが46年前に飼っていた牛が、トノシロカキこれ多分ね、最初に持った牛じゃないかな、セイチさんが。が、この、闘牛大会に出てるんですよ。対戦相手は、えー、クバ・ワイイとの対戦。キウナ組合。キウナ組合っていうのがあったんですか闘牛組合で。キウナ組合のクバ・ワイイと対戦しています。20分で、はい、勝利してますね、トノシロカキ はあ、で、この日の風切り戦が、八条愛雄対石川重四る牛の指名、これ天眼組合、神田聖徳さんでいいのかな八条愛雄。今の闘牛では、この八条という,う名前も見なくなりましたね。昔は八条島の方でも闘牛が行われていて、そこからえ赤牛などがよく流れてきていたと。 を聞いてますが、ああ、だから、80年代、70年代のプログラム見ると、この8条というね、牛の名前がよく見られていますが、これが昭和48年の闘牛大会。もう一回言い聞きますよ。全国公立小中学校共闘会議歓迎大闘牛大会。不思議なタイトルです。で、最近ね、いろんな闘牛のこのタイトル、調べていくと、 そうね、これも昭和48年です。さっきの大会が8月10日です、48年の。で、1ヶ月後の昭和48年9月23日に行われた闘牛大会が、これ何かというと、会場は伊波闘牛場です。伊波闘牛場で行われている大会で、タイトル、伊波カデカル対抗闘牛大会。そう。 これがね、すごいんですよ。イハとカデカルで対抗しての投球大会が当時できてたということですよ。えー、今、イハ組合で牛の投数っていうのはもう10頭もいないですよね。数頭しかいません。現役で言ったらもっと少ないです。で、それだけ今牛が少なくなっているだけで、当時はイハとカデカルだけで全部で10試合、20頭の牛が組めたということなんですよ。で、えー、昭和48年のイハカデカル投球大会、 見ていくと、風切り戦に、あげな誠一さんの牛、とのしろかきやがまた出てます。すごいですね。さっきの大会20分戦って1ヶ月後に、とのしろかきやがここで出てますね。対戦相手は、カデカルの山城新吉さんかな、緑号との対戦。はぁ、あ。で、えー、っと、これ、イハサダオさんかな、アカシカキや、アカイシかなアカシカキや対、ニッタ牛、アラタ牛。 アサトさんの牛ですね、カデカルの。で、えー、っと、その、あ、その上、8番線。8番線が、これすごいな。俺のおじいやし。伊波闘牛組合、伊波 a 一推薦号。え、お家にに女を待ったんじゃないかな、これ、推薦号。あ,あ、玉木正哉さん入ってます。はい、どうも。 はいこんばんは今昭和48年トッププログラムで感動してますだから伊波栄一の牛が推薦号をいて大口さんのおじおじおじほじゃあ森脇さんのお父さんいや森脇側ではないですお母側ですあっお母側ねはい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 おで対戦相手が上川照男さんなんですよ川風グループのあはいはいはい川風グループの照男さんの牛が輪島号輪島 イハエイチの推薦後がこの時48に戦ってるんですねほお。はあ、なるほどねこの時面白いなあは何分はい試合がねこれどっちが勝ってあっ<あ>輪島が勝ってるんだねああ何分かのってないけどじまご勝ってるねああ,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 あはい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 はあじまご でその時の、うん、おーと C の一番線が森牛でいいのかな、うん、森林の森に牛とか言って森牛対戦相手には山城治さんカデカルのおーシードかき屋との対戦<ー>これねやっぱ昔のこういったの見ると大事おもいですよねえ昔のプログラム見たらさ <laughs> あれですよね名前も独特じゃないですか、名前も独特今と全然違いますよね。うん、だからよくね、あかき屋とか、かき、うん、屋とかね、採用とか、で昔のタイプ,プログラムを見ると、一、うん、つの大会に4頭、5頭ぐらいに、何々採用っているんですよ、今ってもうほとんど見ないでしょ、採用って、そ<う>最後に採用を見たのは、泣き人のジャナ採用以来、その名前見てないかもしれんね。<ー>ないジャナ採用ね。ああ、かき屋が、だってこの時すごい、10試合中ですよ、5頭かき屋がいる。ははは。 五と書き上げるであとは「何々五」やっぱ俺こういう字がかっこいいんだよな最近のあの牛にも「なんとか五」ってまあいるけどこの「五」の横に「虎って付けるじゃないですかはいはいはい俺あれよりは昔の「五」が好きなんですよそうですよね俺はねあれ旧漢字なのかな旧漢字なのかなんかちょっと「虎が入るのはよりは昔のシンプルなうん うん、この「g の方が渋い感じして逆に今あったら渋い感じそう、俺その方が好きなわけよ採用とかさ書き屋とかね結構今若い人たちあの「g を使いたからさトラが入ってるやつそれよりは昔のがかっこいいような気がするけどねうんいや面白いで、昔のプログラムを見ると必ずパンフレットには「コーラはペプシが一番だ」ってあやっぱりペプシコーラなんですよねあげなんか 大会のこの協賛にもスナックの広告があったりとか。<ー>うん、はいはいはい。懐かしいスナックの名前があったりね。うんうん、ムード溢れる美女揃いのなんとかキャバレーとかあるわけよ。<laughs> <laughs> ムード溢れる美女揃いの何々キャバレーっていうのな。明治最,<高> <laughs> 最高のよ。<laughs> はい。今度もまたちょっとね、昔の闘牛のプログラムいっぱい持ってきて話していきたいと思います。<ー>いいね。こういったね、過去のこの牛主、当時の人たちに聞,き聞いていきたいな。そうそうそう。昔のね。まあ 昭和49年名護市桜まつり投球大会の試合にうわー手書きだなゆかり号の長男初出場という大会もあるよーすごい C の1番線が荒橋坊対中原採用とか。 今度これ次語ります、はい、はい。さあ伊波大臣東牛列伝お別れのお時間ですこの後しかし、えー、8時になりますとまだ8時だよさあゆいさんも俺お届けしていきますよいいはいよろしくお願いします東牛列伝この番組は東牛ショップ牛の島やら東牛ビデオ居酒屋牛神プティフールおでん大吉上村酒造菊原公務店徳之島居酒屋よいよい各社を提供でお送りしました